ヨーロッパブナは、ブナ科の落葉性紅葉樹の一種である。種商名のシルバティカは、森のを意味する。ヨーロッパブナの紅葉ヨーロッパブナの枝とカラカ、ヨーロッパブナ、トゥールーズ博物館像ヨーロッパブナは、最大50メートル、幹の直径は3メートルにもなるが、通常、高さ25から35メートル、幹の直径1.5メートルで、10年生樹では、 約4メートルの高さになる。寿命は一般に150年から200年であるが300年にまで生育する木もある。30年で成り木となる。森林地域では樹高は30メートル以上に達し、枝は幹に沿って成長するが開かれた場所では樹高は低く、幹は太くなる。葉は単純五星の幼女である。葉の長さは5から10センチメートル。 幅は6から7センチメートルで、葉の縁はギザギザ状、葉脈は6から7本ある。葉芽は15から30ミリメートル、厚さ2から3ミリメートルであるが、花芽は厚さ4から5ミリメートルになる。ブナの葉は秋に落葉せず、春まで木に残ることがある。この現象はマーセセンスと呼ばれ、特に葉木寺や池垣として刈り上げられた時に発生する。 この現象は、成り木でも低い位置にある枝にて発生する。10年生樹あたりから少量の実をつけ始め、30年以上になると大量に実をつける。ヨーロッパブナの大花は、ブナメブ目、ク栗、オーククルミ、ヒッコリー、シラカンバ、シデの特徴である小さい果樹をつける。メバ花は、熟講後、カクとかを形成し、5から6ヶ月後に熟成する。とには、 長さ十五から二十ミリメートル、幅七から十ミリメートルの小さな三角形状の種子が二個ある。ヨーロッパブナは気温が高く、好天に恵まれ、そして乾燥した夏の翌年には着火数と着火量が多くなり、豊作となる。フェイゲスシルバッティカプリーシー中トゥールーズ博物館像ヨーロッパブナの自生地は、スウェーデン南部からシチリア島北部、フランス、イングランド南部。 ポルトガル北部、スペイン中央部、トルコ北西部であるトルコ北西部よりさらに東側はコーカサスブナにセニする。バルカン半島ではコーカサスブナとの交雑種が見られフェイゲストーレカと呼ばれている。自生地の南部に位置する地中海沿岸では標高600から1800メートルの山間部の森林のみ見られる。ロンドンのハイドパークにあるブナジュヨーロッパブナは 年間を通じて、降水量が多く、頻繁に霧が発生する湿気のある気候を好み、肥沃で石灰質、または弱酸性の水はけの良い土壌を好む。古くて密なブナ樹の下に、ブナの赤木が生育し、世代交代が進んでいる。ブナ林は非常に暗く、地面にはわずかしか日光が届かない。そのため、わずかの植物しか生育することができない。 ブナの若木は日陰を好み日照が強い場所だと生育不良となる。よく日光の入る森林では発芽しても乾燥のため枯死する。多くが生育している場所では多くが作るまばらな葉の影により良好に生育し多くを上回る高さにまで生育する。そしてブナが作り出す密な軍用のため多くは日照不足から枯死する。 林業者は、ブナの若木を、地上約10センチメートルの箇所で刈り取って、多くが生育できるようにしている。ヨーロッパブナの材、トゥールーズ博物館像ヨーロッパブナの根系は浅く、表面的な全ての方向に広がる。天狗竹属、ポルチーニ、アンズ竹、若草竹属、チチ竹属を含む菌類は、ブナと外星菌根を形成し、これらの菌は、 土壌からの水と栄養素の吸収を高めるに重要な役割を果たしている。イギリス南部の森林地帯のうち、サフォーク北部とカーディガンを横切る線より南側では、ブナが多くとエルムより優位である。このラインの北側では多くが優位な森林樹である。最も美しいヨーロッパのブナ林の一つに、ブリュッセルの南東部にあるソワーニュの森がある。フランスでは、ヨーロッパブナは、 有意な樹木であり、フランスの森林の約10%を構成する。最大のブナの原生林の生息地である。この地域の多くの木は樹齢350年以上である。スコットランドのマーチ大工に植えられたブナヨーロッパブナは、温帯地域の公園、大規模な庭園で非常に普及した干渉儀で、ヨーロッパブナは魅力的な生け垣を維持するため頻繁に切り取られる。北。 アメリカでは、原生樹のアメリカブナより人気がある。19世紀初頭から、数多くの品種が作られた。ヨーロッパのブナの木材は、多数の物品や、道具の製品に使用される。そのきめ細かいきめは、工作しやすく、染料、ニス、接着剤が吸収しやすい。蒸気処理を行うことで、機械加工がしやすくなる。仕上げ具合には、優れ、圧縮、引っ張りに耐える。 木の密度は1立方メートルあたり7 2 0ラムである。木工品、特に家具によく向いている。椅子から寄り木細工、階段まで、ヨーロッパブナは野外に置かない限り、ほとんどの箇所で利用できる。その硬さは、木の木槌お及びワークベンチの天板に最適である。しかし、タールによって保護していないと、簡単に普及する。ヨーロッパブナの紙パルプは、 他の多くの紅葉樹より多く使用される。セルロースの顔料が多いため、麺に似た繊維であるも、ダールとして紡がれる。また、暖炉の焚き木として、最良の木材の一つである。プライマリープロダクト a m イチというスモーク香りは、ヨーロッパ舟から製造される種子は、鳥、月子動物、そして以前は人間にとって、重要な食料であった。19世紀のイングランドでは、 食用油やランプの燃料として種子から油脂を絞り出していた。種子にはタンニンが含まれており、人間が大量に摂取すると健康に影響を及ぼすので、食用の際は、種子を粉状に引き、水に浸してタンニンを流出させていた。EN、ビスコグニーフシアニューマレリア組織の詳細、ビスコグニーフシアニューマレリアは、海洋及び木の給付を引き起こす。 主な病原体である、ありがとうございます。